これ15分できるかな。メイク中。これ絶対朝配信してんの私だけやでな。偉すぎん。昨日はありがとうございました。めっちゃ見えてました。もう顔と名前まで出てきてたもんな。みんな私のペンライト持ってくれてる人な。持ってない人でもあーなんかあの人やってなったけど、めっちゃ知ってる顔やった。昨日フェスありがとうございました。メイクもこれでいいよな。あのな、下地持ってくんのな忘れたわけじゃないねんけども、いなんかなと思って持ってきてないねん。なのでこれで完成。あ、違う違う違う、あれや、ちょっと待って。ちなみにこのポーチはあの美咲さんがくれたハリーポッターの東京のチケットにのやつで行った時に買ったやつ。まだ そしてマスカラは塗らないので、マスカラはな塗るのな、塗ったらな落とすときめんどくさいねん。めっちゃこすらな、こすらんでも取れるんやろけど、なんかこすれるやんちょっとは。からそれを軽減するために今日はあれです、美容液にします。もう美容液で十分やね。なんかたまにさメイクさんにさ、あれマスカラいいなって言われんねんけどさ、いるよってなる。いや多分な、まつげ多いねって言ってくれてる。よし、ほぼ変わってね。マスクつけたらメイクしてるってなるよ。だって目元やってるのも。リップはどうしよう、いなんかな、色付きのリップくらい塗ってるかな。いや、いいか、乾燥するしな。こっちの親知らずがさなんか出てきてるからさ、皮膚っていうか皮膚じゃないわ、あのあれ肉がパカってなってんだけど、こっち側それをさ噛んじゃうから。普通にしててもだって親知らずのと上の歯のここにあったやつがペロンってきてるから噛むやん、そら普通についてたら。だからなんかってやっちゃうだからなんか急にさブリッコみたいにってやってるわけじゃなくてさ、なんかこっちの肉噛んでんのが嫌やからってやるねんブリッコじゃないねんな、これ。え、そう、ギリやなって思ってた。フェイスの時間私いけんのかなって思ってたけど全然いけた。だって時間見たらさ、あの終了時間前日にな、たらなんかギリいけるわ。あー特別公演思ったよ、トゥインクル聞いてたよ私は。いやーなんかね、あれよ、誰かホノピーかなにマネージャーさんがなんかトゥインクルの冠公演の話なんだけどって言ってたから、あーするんやって思ってましたので、知ってます。そこで知った。あ、やるんやって。見よ。え、見学行ったらあかんかな。
亀子とかで行くかな、カメラ持って亀子ですって。レースは怖いけどな。え、もうリハから行って、なんでこれ吹いた、リハから行って行こうかな、カメラ持って、あ、かわいいって言って、もうアンジュさんばっかり撮ってそう、嫌やわ、推ししか撮らんの嫌やわ、推しカメラ嫌やわ、アンジュさんしか撮れへんの嫌やわ。ツインクルみんな可愛いからな。でもそんなマイさんとか喋ったことないから撮るのちょっと嫌ないけど、嫌ってそういうことじゃないで、恥ずかしいからってことやで、嫌いとかじゃなくて、喋ったことないから撮りましたって撮りますっていうのがちょっと嫌やってこと、恥ずかしい。なあ、くし片付けちゃった、こっちじゃなかった。見たいやん、だってカメ子舞台上で見学やばい、一緒にってこと、じゃあもう一緒に出演ってことでよろしい。ゆきなちゃんに、ゆきなちゃんには言うよ、そらもちろん行くんやったらな。カメラなんか、まこちがな、まこカメラってさやってるやん、から B2 の公園で撮ってた気がするね、撮ってて、そう、あ、それ撮るんやって、撮るんやっていうか撮るのいいなと思って、から私も撮ろうかな。だいぶ前やけどな、まこもやって、まこちも撮ってたの、初めてまこもって言った、噛んだ普通に。え、じゃあね、だからさ喋りにくいねんって、セトリなあ思ったで、私も思ってたよ、私もっていうかみんな思ってた、リハ中めっちゃナンバ笑顔やんなって言って、懐かしいこれって言って、2番とかみんな踊り出すね懐かしいこれって、なんかやっぱりリップ塗ってなかったらおもろいな、いいかも別に、まあ誰かに会うわけではないしな、普通に一人で今日はお外に出ます。もうせっかく外におるんやからさ、東京はなあかんねん、帰らなあかんねん、もう東京で遊びたかったんで、けど東京はあかんみたい、なので私は解散場所で遊びます、大阪いいよ全然、解散してから遊ぶんで、どうせはける時、いや最善におると思ってさ、そう触れたかったね、いやもう完全に目合ってるのは分かってるやろうけど、最後やしと思って千葉でもあかんのか、千葉もあかんよ、その千葉に行くまでの乗り物がない、電車とか乗らなか、一人でそんな知らない土地では動けないよ、大阪やったらまだギリギリって言ったことないけど
行けるようにするための一人旅やけど。お土産、あーお土産、お土産、お土産どうしよう、いらんかいや家族分くらい買って、でも東京じゃないしな、大阪でしか買われへんから、まあええか。1曲目から目の前でおもろ、でもさめっちゃ床滑ってさ、あやばいめっちゃ滑るってなってさ、ちょ、ワロトの感想とかやばかって、めっちゃ滑るやんってなって、あの最後の曲なんやけど、とか何やったっけな、めっちゃ滑ってんな、いつも滑らんとこで、めっちゃおもろかったで滑るやばいって、で滑るからさ、あの前見とかのさこけんねん体感そんなんないから、バレーやってたのに体感ないねん、ねえ、いやー、私はインドネシア出身で、どうも、超面白かったで、すごい滑るって見て、公演とかなんかの時にピンとか使うねん、いやつるんとは言ってないで、つるんとはこけてないねんけど、なんかあめっちゃ滑るなーとは思ってた。ケイトさんボケてなかったです、超真面目、まあ MC の時間別にないしな、ちょっと止まって次の曲みたいな、次の曲は最新シングルの渚最高を聴いていただきますみたいな、そんな感じやし、渚最高の回るとこもめっちゃ怖かったな、滑るな滑るな、急がなあかんけどめっちゃ滑るなみたいな、ちゃんとこれやったからな、アンジュさんのな、顔の下半身しか映ってないのキモい、これさ隣の部屋の人とかにめっちゃ声聞こえる感じかな、えなめっちゃ一人で話してる人じゃない、リップどうしよう、めっちゃ迷うな、でも顔の下半身も何もないねん、ほんまにほんまに何もしてないねん、ほらマスクするとして、マスクしたらもう昨日と同じなんやな、だってメイクはほぼ変わってない、ほら電話してるとなあ、それも思ったよ、移動中、昨日はシーシーさん隣やってん、ルームスでは書いたんやけど、からあ待って、あと2分や、やば、ランキング読みます、平日なんで切れてしまうんですよね、13位なる兄さんありがとうございます、12位大根さんありがとうございます、11位深夜とマークノエルさんありがとうございます、10位特別結界中さんありがとうございます、9位ブロスさんありがとうございます、8位上田和樹さんありがとうございます、7位カイさんありがとうございます、6位ヨイチさんありがとうございます、5位佐藤くんさんありがとうございます、4位マキコさんありがとうございます、3位小さな恋のメロディーさんありがとうございます、2位マチカネが来たるさんありがとうございます、1位ムーチョさんありがとうございます、移動中はシンシンさんが隣やったから、シンシンさんが寝てる間はって寝て、で起きたら、まあ、立ち位置のこと考えながらちょっと寝たふりで、そのまま寝る、で目が覚めてきたらリハの映像見てみたいな感じ気が散らないように夜まで、シンシンさんとアキやって、アキの方にはまた知らん人来たけど、15分経った、よっしゃ今日の分安心、これで何時に帰ってきても大丈夫だ、そんな遅くには帰らんけどな、だって朝から行ってんねんから、さよなら。